シャスナカです。今回はこちらのね SMG がなんとなんと皆さん弱体化されたんですよ。なんとね、昨日の今日で弱体化って感じですね。この弱体化はだいたいねこちらのねサブマシンガン2種類がダメージが2連射が1という形でねレートが落ちて DPS がかなり変わりましたね。サブマシンガンこちらのね一番最低ラインが19だったんですけど17に変わりました。で連射速度も13から12に変わりました。でコンパクトマシンガンこれですね、これもダメージがね2下がってで連射速度も1下がるという形でね、いやー今回最近ちょっとサブマシンガンが強すぎるんじゃないかって言われてたやつがもうかなり弱体化を受けて、なんか知らないけどサプレッサーのサーバーシンガーも弱体化を受けるっていうね、これはこれに限って言うとダメージのね減衰が変わっただけなので遠くのダメージが減ったってことですね。これぐらいの距離でラマちゃん打つと本来だったらなんかいろいろと細かいデータがあるんですけれどもそれがまたちょっと変わってくるよっていう風な感じでね。で今回何がどうなったかっていうとね、鉄のやつでねこうやってバーって、DPS が変わるとこんな感じでねこんな感じに変わるんですね。DPS っていうのは何なのかっていうと武器の何でしょうね、連射速度ダメージとかそういうものを加味した数値なんですけど、この DPS が高ければ高いほど火力が出るんですよ。その何秒間かとかそういう細かいの分かんないんだけど、その DPS が高いと高火力武器っていうことですね。はい、なのでそういう値がねどんどん減ってるわけですね。だからドラムガンがねまた強くなったというか、強くなったっていうわけではないんだけれども、今までサブマシンガン拾ってた人はドラムガンの方が今回からは迷いなく拾っていいですよっていうことですね。要はねぶっちゃけて言うと僕はドラムガンこれから使うことになると思います。サブマシンガンがね正直 DPS が200レベルだったらもうなくても変わんないかなって感じなんで、ドラムガンの緑とサブマシンガンの青がトントンぐらいなのかな、っていう形になってくるので、よほどのことがないとねサブマシンガンを必ず拾ってとか相棒にショットガンの次の武器にするってことはなくなったかなって感じですね。残念ですけどね。だからこの最近ちょっと建築のね木がちょっとね弱くなりすぎたよって話を今日したんだと思うんですけど、これがねでこれですぐ壊れちゃうんだけれども、こっち新しいこれよりもドラムガンの方がはるかにさっさと壊せるよっていうところがねありますからね。これが DPS ですね。はい、 DPS っていうのはもうさっさと壊せる、火力的な、ね、数値なので、こういうことなんですよ。なのでね皆さんね、サブマシンガンが弱体化されたというね秘宝ですけれども、いろいろとねフォートナイトの運営側はねいろいろと試行錯誤してくれてるので、いろいろこういうふうにこれはちょっとなって思うことはあったとしても、今後悪くなるってことは僕のフォートナイト、そうですね、やってた中でいろいろとアップデートはあったけど、なんやかんやうまいことまとめてくれるので、一応今はお試し期間だってことを踏まえてね、それでもうフォートナイト終わったとかそういう風なことはないので、ちょっとね次どうなるかなみたいな感じでね、柔らかいちょっとね大きな心を持って今のこの現状の変化をいろいろ見極めたらいいかななんてね思いますけれどもね。はい、皆さんそれぞれねあるとは思うんですよ。いやこれがとかでサプレッサー一番今回謎だったのはサプレッサーにちょっとね下方修正を加えてきたってところなんですけど、そこら辺はね、僕もよくわかんない、これだけはちょっとよくわかんないけど、サブマシンガンとかはちょっと最近強すぎたなっていうのがあったので、これぐらいがサブマシンガンのその妥当なところにあるのかななんてね思ったりはしますね。出現頻度も高いんでね、このサブマシンガンについてはね特に、だからこれからどんどん
細かく調整がね加わってくると思いますよ。あの AR だってね昔はもっと火力が高かったんですから、これ皆さん忘れてませんか？大丈夫ですか？ AR のこのね、あのアサルトライフルのダメージだってこれ元から元33ぐらいじゃなかったかな、確か。なんか結構高いかったダメージをどん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 削って削って今の形に持ってきた、今のバランスいい形に持ってきたので、だからその追加された武器のバランスっていうのはまたこれからもね、あのバランスで変化していくので、まあ、その変化を待ちましょうという形の、サマシンガンが弱体化されてましたよという感じのね今回は情報でした。引き続き僕のプレイをお楽しみください。どうぞ。あぶねー。危なあ。そっちより火力あるんだな、こっち。この置いた怒られそうだな、なんか向こうの人に。オッケーオッケー。アサルトライフルで敵を倒すってチャレンジやっと終わったんだ。あれ？そんな使ってなかったかこれ。多分ね、あれも降りてくるはずなんだけどな、あの方向からしたら。うわ、なんかあそこ作ってるし最悪だな。なんかやってんじゃん、もうあれどうすんだ、あれどうすんの、あれもうなんかやばいしかん、やばいじゃん、もうなんかすでに。いないよね、こっち。残り5人。変な建物の主を倒したんだけど、私はそれで良かったのだろうか。彼からヘビショットやらをもらったり、いろいろもらったりするわけだが、これで良かったのだろうか。怖い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 。いや、これバレちゃうかな、バレんなこれ。あ、待って待って待って、どうしようかな、これ悩むな。ダスティの上登んないと、せめてじゃないって。マジあ
よし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 、やれ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 、あ、バカ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 、クソデカポがいっちまった。あ、包帯星見の好きやな。そう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 、なんなんそれ。多分いける、多分激ロ。オッケー、ナイス、よっしゃー、おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー